ハクトは日本の民間発の月面探査チーム。日本の航空宇宙企業であるエスプイスにより運営され月面無人探査レース Google ググル,ルナーエクスプライズに参加していた。ハクトの名称は日本の伝承の白うさぎにちなむ。ハクトは日本のみの民間によるチームと思われることが多いが、下記にあるように様々な大学や外国の研究所。 制作機関なども協力しており、厳密には日本を中心とした多国籍の学術機関、民間機関が協力する民間のチームという解釈が正しい。詳細は書き歴史説を参照。ただし、スポンサーとなっていた団体はすべて日本の企業や団体である。特にオフィシャルパートナーである KDDI はローバーであるソラから。 まず月着陸船であるティミンディス HHK へ通信を介して、さらには地球へと通信波を8分程度喪失させる等の重要な通信ミッションにも携わっていた。その他、サポート団体として、鳥取県のような地方公共団体、日本航空のような航空会社、さらには元より宇宙開発に貢献してきた JAXA やジャンス等も名を連ねていた。 2018年3月にエクスプライズの月面無人探査レースは終了したが、チームの名前は日本初の民間月面探査プログラムハクトアールに引き継がれている。2008年オランダでホワイトレーベルスペースが設立された。2009年にチームはグーグルルナーエクスプライズに登録した。2010年9月10日ホワイトレーベルスペースジャパン LLC が設立され、 有限会社として日本で登記された。2012年6月11日、2作目の試作月面舎の名称が白トに決まった。2013年1月30日、活動拠点をオランダから日本に移転することが発表された。この変更には、スティーブ・アレンから日本で運営を主導していた袴田武史に主導権が移ることも含まれた。 同年7月15日、チーム名を公式にハクトに変更した。12月4日、ハクトはクラウドファウンディングにより3作目の月面社の試作者の開発資金を調達することに成功した。2014年2月19日、ハクトはマイルストーン賞の移動サブシステム部門の5チームの中の1チームに選ばれた。さらに2015年1月に発表されたマイルストーン賞で、 月面移動サブシステム中間賞を受賞した。2016年後半にアストローバーティック、テクノロジーの月着陸船に吐くとの月面車が相乗りする予定であったが、同年12月22日には、ティミンディスの月着陸船に吐くとの月面車が相乗りする契約をチームインダスと締結したと発表した。打ち上げ予定日は2017年12月28日。 打ち上げ場所は、インドシュリーハリコータのサティシュダワン宇宙センターの予定とされた。2018年1月11日、チームインガスがロケットの調達に失敗したことに伴い、グーグルルナーエクスプライズの期限である同年3月末までの打ち上げを断念したことを発表した。同時に、エクスプライズ財団に対し期限の延期を要請していることを明らかにした。 同年1月23日、エクスプライズ財団は期限の延長を行わず、期限通りにレースを終了することを発表。同年3月31日、勝者がないまま Google グ Luna グルルプライズの期限が終了。ハクとも挑戦を終了し、今後はエスプイスの月面探査ローバーソラとの開発を通じて月探査を目指していくことを発表した。 袴田武氏によって主導されるチームは日本を拠点としていた。主導する技術者の吉田和也は、小惑星探査機、はやぶさの開発にも参加した東北大学の航空宇宙技術の教授である。ハクトはエスプイスによって運営され、東北大学の宇宙ロボット研究所によって支援された。2008年1月時点においてチームは9人の正式な協力者を要した。 箱型の本体の左右に脚部を備え、脚部の先端の4つの車輪で走行するローバー。当初は、ムーンレイカーと呼ばれ、2作目の試作月面車には固有の名前として、ハクトが与えられたが、フライトモデルの名称は、一般公募により、ソラトとなった。ソラトは、AU、ハクトムーンチャレンジのアンバサダーであるサカナクションによる、ハクトの応援楽曲の名称にもなった。 開発の過程において、3作目の試作月面車として2輪のローバー、テトリスも製作され、4輪のローバーとの組み合わせで月面を探査することを想定した実験も行われたが、最終的には小型、軽量化のため4輪のローバーのみの一大構成となった。ありがとうございます。